皆さんこんにちは、見習いゆっくり実況です。キャプテン翼の2戦目の実況を開始します。どうやら翼くんと森崎くんのレベルが上がったようです。森崎くんは前回頑張りましたね。今回2戦目は南宇和抽選になりますが、解説はこの方です。こんにちは、アートネイチャー三鷹です。三鷹さん、2戦目は南宇和戦になりますが、いかがでしょうか。キャプテンの石田選手はなかなかのテクニシャンで、それとフォワードの武井選手のダイビングヘッドには気をつけた方がいいですね。今回も古尾監督の受け入りでありがとうございました。それではキックオフです。岩見くん、前回の反省からパスを選び直して慎重に相手選びをしましたが、それでもカットされてしまいました。これは岩見くんが悪いのではなく、プレイヤーのセンスの問題ですね。おっと、テクニシャンの石田選手にボールが渡ってしまった。これはまずい展開か。決まった。ゴール。なんと先制点は南宇和だ。南宇和の電光石火の攻撃は見事でしたね。岩見くん、ここは確実に長野くんにパスを送ります。長野くんのパスが木杉くんへのセンタリングになりましたが、君であの位置から決めるのは厳しいかもしれないですね。南宇和、テクニシャンの石田君へパスを回した。また電光石火の攻撃か。しかし森崎君がパンチングで防ぎ、そのボールを高杉君がフォロー。高杉君の絵が原作と違うような気がします。セットの容量の関係でしょうか。どうやら容量は2メガビットのようです。ファミコンとしてはまあまあの容量ですが、それでも登場キャラクター全員を忠実に再現するのは厳しいでしょうね。高杉くんから石崎くんへのパスがなんとか通りました。石崎くんから伊沢くんへのパスもなんとか通っています。ここに来て南葛のパス回しが良くなってきましたね。ここでゴール前の翼くんにパスが回った。これはチャンスか。翼くん、敵のマークを気にせず強引にシュートを。
長野くん、こぼれ玉を拾い、木杉くんへセンタリング。決まった、ゴール。木杉くん、見事なボレーシュートで同点です。木杉くんは、先ほどは決められませんでしたが、見事リベンジしましたね。石崎くんのスライディングタックルが決まりました。試合の流れが軟滑に来ていますよ。杉くんのセンタリングから滝くんヘディングシュート。滝くんのセンタリングからの翼くんシュートを。翼くん、今回はなかなか決められませんね。キーパーが倒れている隙に伊沢くんがシュートを。ボールはポストに当たり、南上に渡ってしまいました。伊沢くんはハードラックでしたね。しかしすぐに長野くんがボールをフォローします。木杉くん、シュートを。今度はどうだ。キーパーパンチングで防ぎますが、石崎くんがフォローし、まだチャンスが続きます。今度はキーパーが倒れている隙に石崎くんがシュートを。決まった。石崎くん、貴重な追加点をもぎ取りました。南葛は怒涛の連続攻撃で点をもぎ取りましたね。南宇は武井くんにボールが渡った。反撃のチャンス。武井くん、強烈なシュートだ。決まった。ゴール。南宇は同点。南宇は前半終了間際に同点に追いついたのは大きいですね。南葛、木杉くん、翼くんへパスを送って追加点を狙います。しかし南宇和の選手を3人抜いたところで前半終了です。三鷹さん、後半へ向けて南葛に一言お願いします。油断しないで気を引き締めてほしいですね。今度は伊沢くんのコメントをパクっていただきありがとうございました。後半は南宇和のキックオフで開始です。南宇和、細かいパスワークで武井くんにボールをつなぎます。武井くんのシュートですが、今度は森崎くん、パンチングで防ぎます。武井くん、得意のヘディングシュートですが、森崎くん、これも防ぎます。しかし、
石田くんがゴールエリア内からのシュート。これはまずいか。決まった。ゴール。倒れている森崎くんだと取れない。森崎くんも頑張りましたが、倒れてしまうと見込みユースですね。これが森崎くんの能力の限界でしょうか。逆転された南葛ですが、翼くんにボールをつなぎます。この試合、翼くんはまだ得点していないので、本人もそろそろ得点したいと思っているでしょう。翼くん、ここは個人技でゴリ押し、どんどん突き進みます。翼くん、ゴールエリア内で万全な体勢からシュート。南葛同庭園。さすが翼くん、ここはきっちり決めます。ここは翼くんの独壇場でした。翼くんもご満足でしょう。長野くん、南上のパスをカットします。長野くんは目立ちませんが、これはいいプレーですね。再逆転のきっかけにしたいですね。岩見くんのパスはつながりませんでしたが、こぼれ球を長野くんがフォロー。長野くん、いいですね。岩見くんのヘディングシュートはパンチングで防がれます。いや、長野くん、頑張っていますね。長野くん、木杉くんへ絶好な位置のセンタリングだ。決まった。ゴール。木杉くん、本日2点目。翼くんを使わず、長野くん、木杉くんで点を取れたのは大きいですね。相変わらず南上は石田くん、武井くんにボールを集めてきます。こういう攻め方はいやらしいですね。石田くん、ゴールエリア内からのシュート。これはやばい。森崎くん、なんとか防ぎましたが、まだボールは南上にあります。森崎くん、南上のシュートをパンチングで防ぎ、こぼれ球を高杉くんが拾います。残り10分を切りましたから、なんとか逃げ切ってほしいですね。逃げ切りを狙う南葛ですが、石崎くんのパスがカットされてしまいました。本日大活躍の長野くんがフォローしてくれましたが、今の石崎くんのパスはプレイヤーの軽率な判断ですよ。木杉くん、ヘディングシュートでハットトリックを狙う。しかしキーパーにパンチングされ、南上にボールが渡ってしまいました。今のもプレイヤーの軽率な判断ですが、残り時間もあとわずかなので、南葛イレブンには踏ん張ってほしいですね。し
かし大詰めで石田くんにボールが渡ってしまいましたが、大丈夫でしょうか。そして武井くんにセンタリングされ、リングシュートだー。最後は森崎くんのファインセーブで試合終了のホイッスル。南葛中4対3でなんとか踏ん張り、南宇和中を下しました。いやー、最後の森崎くんのパンチングはしびれましたね。嫁を七に出してでも見る価値がありますよ。三鷹さん、昭和のおおらかな時代とは違いますので、コンプライアンスを意識したコメントをお願いします。三鷹さん、最後にコンプライアンスを意識して一言お願いします。南葛ブラボー。まあこれならコンプライアンスに抵触しないのでよしとしましょう。皆様、本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。